どうもナオチンです。本日もドラゴンボールカカロットスイッチ版やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はついにベジット入手しました。入手方法を説明していきます。入手方法はまずはこれ、サブストーリー約束、これをクリアしますと次に出てくるこれ、サブストーリー老海妖神とベジータ夫婦、これをクリアすることによってポタラをゲットすることができます。ただね、この海妖神のクエストが、どうやって出るかっていうのはちょっと分かってないです。うん、俺もねちょっといつの間にか出てた感じなんだけども、一応ねブルマが関係するサブクエストを全部クリアしました。そしたらいつの間にか出てる感じなので、おそらくはブルマとトランクス、ベジータ関係ないかな。まあ、ブルマとトランクスあたり、そこをクリアすると出てくるんではないでしょうか。わかんないんですよね。まあ、とにかく、この約束をなんとか発生させてみてください。まあ、今まだね、俺も進行中のサブクエストかなりいっぱいありますけども、まあ一応、トランクスとブルマをクリアしていくと、あれにたどり着きましたので、はい、やってみてください。それでは、ポタラの使い方ですね。悟空かベジータ、どっちでもいいです。フォームチェンジのところに、ポタラをセットしてください。ただ、セットするだけじゃ合体ができません。もちろん、悟空とベジータ、両方がパーティーにいないとダメなんですよ。これが結構厳しいんだよね。これストーリーモードのボスたちと戦っていこうと思ってたんだけども、悟空とベジータが同時に戦う場所ってほぼないんですよ。なので、まあ、裏ボスとか、そこら辺と戦うときに、楽しめるコンテンツなのかなと思います。普段から変身ができたらよかったんだけどね。ちょっと縛りが厳しいですね。それでは実際に変身してみますね。変身したベジットなんだけども、悟空とベジータのレベルの平均値の、レベルのキャラクターが出来上がります。まあ、それは5点値と同じだね。これだから130ぐらいのキャラクターができるかな。変身で実際のところ今レベル135じゃないですか。このレベル以上の強さはある。ものすごく戦闘力が高いです。めちゃくちゃ強い。ただあのね、このスーパーサイヤ人の時のベジットしか使えません、フォームチェンジで元に戻ったりとか、あの他の3とか5とにはなれないのよ。なれるかなとね実際思ったんだけども、それはちょっと無理でした。まあ5点数と同じく必殺技を変えることもできないし、必殺技のねレベルを上げることもできません。ちょっとね残念なキャラクターだなー。はい、ということで今日はベジット入手しましたので使ってみました。入手方法はまだちょっといまいち分かってはないんですけども、まずこれだよね。老海妖神のサブストーリー約束、これを発生させてみてください。おそらくブルマのクエストを全部終わらせると出るような気がします。まあ、ちょっとそこがね、わからないんで申し訳ないんですけども。まあ、とりあえずこれが出ると次に、ベジータ夫婦が出ますので、これをクリアするとポタラをゲットできます。やってみてください。では、またやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。